をエクスポート、つなぎ合わせるときの動作なんですけども、まあこういうふうなことを、行います。で、これも結構数が多くて大変なんですよね。画面見ていただいたら分かると思うんですけど、こういうふうに、一つ一つの動画を、選んで、選択しなければならないです。で、こういうふうにある程度の容量があると、時間が、かかると、まあ、こういうふうな状況ですね。ちょっと一段下げますね。もう見やすいですね。次何番だったかなとか、まあ、そういうことがね、これだけ数が多いと発生します。何度か。発生しましたね。もう言ったからそうなってしまったっていう可能性もあるんですけど、こういう時はもし面倒くさかったら一回順番がつなぎ合わせる時ややこしくなってしまうんで、ああいうふうにゴミ箱の中に入れて、おかしい。まあ、先に順番を、間違えた場合は下の、ストーリーボードの方に移しておいて、さっき選択するときを間違えたのが、この後なんですよね。一応まあ8053の後、こちらが8055、本当は、8054を選ばなければならなかったんですけども、こういうことがたまに発生します。で、先にこういうふうにスリーボードにな、ストーリーボードにな、並べておけば、まあ、まず、間違えることはないと。並んだところはこういうふうに折り目がつきますんで。で、これが、昨日撮影行ったときに、150ぐらいですね。そんなに一つ一つの動画長くないんですけども、まあ、約150ぐらい動画を撮影して、それをつなぎ合わせるという作業ですね。まあ、耕作放棄地もあれば、その放置されてる、車とか店舗、そういったものもありますし、まあ、そういった部分の通報もありますし、まあ、河川の、流れ込んでくる、まあ、田んぼからの、水路とかですね、そういったところも、発電できそうなところがありますんで、そういったところを、その場面場面撮影していくと、あと老朽化して、ほったらかしになっている家屋ですね、解体したら木材とかたくさん出てきますので、まあ、かまど発電、もしくは、薪ストーブ用に、まあ、使用はできると、まあ、こういうふうに、なります。で、これ今撮影しているのは、先ほど160番ぐらいまで、物事を進めていて、急に途中で、遮断されたんですよ。それまで作業していた時間が、まあ、サイバー攻撃だと思うんですけども、嫌がらせによって、また一から、し直さなければならないという形になってしまっています。エネルギーの残存量問題が一番大事だっていうことを分かってない人間、もしくはコンピューターは、まあ、コンピューターはその相手をどこの誰か、つなげようとしてるから、そういうふうになる。だからコンピューターの差配によって、そういうふうな事態が
発生しているというのが、事実ですね。まあ、撮影状況はね、証拠として残るんで、まあ、それで、電波での妨害を恐れないように、今、撮影しながら、作業をしているところです。番号はね、この8064番、急に消えましたけども、まあ、8000番台になんですけども、そちらの方、まあ、8160以上までは、こういうふうにね、選択して作業してたんですけども、それをね、最初からし直さなければならない状況を作られています。まあ、1時間ぐらい使った時間が、まあ、無駄になってしまってると。正直、スーパーコンピューター K 富岳は富士通100%ですので、まあ、富士グループに、まあ、問題があると。で、そこら辺のところでね、なぜそうなるのかの部分で、まあ、シューバー株式会社の影響もあるのかもしれないですね。その、富士公用から、請求が来てるだの、支払いが来てるだの、なんだのっていう、話がありましたので、その富士グループの方と、もともと、いろいろと関わりがあって、シューバー株式会社という会社が出来上がったのか。まあ、どちらにしても、多分、刑法の方から辿っていって、組織的な犯罪の扱いになって、会社が行政に押収されたんじゃないですかね。だから警察官の人間がたくさん働き、またこうなりましたね。こういうふうに強制的に遮断されて作業ができなくなる。ちょっと待ってくださいね。今読み込み中なのか何なのか。何か電波での攻撃、サイバー攻撃を被ってますね。河川専門家意識弾発電とかを妨害しようとしていた人たちが存在した、まあ、何か言った、そういうふうな方向性でも物事考えられるんですよね。で、ちょっと待ってください。今どこまで選択したかな。これ番号いちいち控えておくのも無理な話なんで。これなんか出てきてますね。サイバー攻撃を仕掛けてきてる、まあ、何かかもしれないですね。エネルギーの残存量問題イコールコンピューターの、命もかかってるっていうことを理解していない。これですね。もしくは人間が、スポーツ関係に関しては一番下ですから、順序でいくとエネルギーの残存量問題で、これは政府の人間とかも大きく間違ってしまっている人間がたくさんいます。だから、まあ、法律というものが必要であって、裁判というものが必要であって、作業を見てたら分かると思うんですけども、すごく時間かかるでしょう。
人間が操作したら、所有者が操作したところに、作動すればいいだけです、コンピューターが。人間の考えていることとかをいちいち受け止めなくていいんです。受け入れなくてもいいです。先にも喋って宣言などしてます、私は YouTube で。スポーツの勝ち負けの方でいくと、そういうことです。そしてそれが、世に出ると、都合が悪いと思っている人間によって、妨害されていると。まあ、そういうふうな形式になりますね。スポーツ側業界からだったとするのであれば。スポーツ庁という庁はまずいらないといえばいらないんですよ。公益財団法人っていうところも取っ払って、商業原理で本当に成り立つかどうかだけで、スポーツ界運営をすると。そうすれば多くのスポーツがなくなって、オリンピックに関する条約もなくして、そうすればね、エネルギーの消耗っていうもの、節約の部分でかなり有効的な内容になってきます。まあ、ついでに、今作業中ですので説明しておきますけども、人口に関してなんですけども、まあ、日本、今の国境内では、4000万人ぐらいしか人いません。1億2000万人という数字は、朝鮮半島等を、併合していた時です。台湾とあと満州国ですね。だから大体どこの国も人口、表記されている人口は3分の1か4分の1だと、考えてください。どこの国も同じような状況です。今の話が本当の話です。国連の統計してくるデータに関しても、そういうふうに人口のところに関してはもうかなりめちゃくちゃになってるんで、これが本当の話です。一応テレビでも一斉放送ではその辺の本当の話とかはしていただいたんですけども、学校の授業でもね、皆さん一応習ってるはずなんですよ。あとはですね、昨日この撮影しに行って警察には通報したんですけども、12時ぐらいですね、眠れてたんですけども、もう正確に言うと0時00っていうことですね、大体それぐらいの時間帯に眠れてたんですけども、0時00から、1時までの間、つまり夜中ですね、廊下側の、階段登ってきながら男性が大きな声で喧嘩を打ってくるようなことを言ってきた者がいまして、まあ、無理やり起こされてますね。今日、先ほどもすごく眠たかったりだとか、老朽化した家屋とか、数年前から撮影しますけども、行政の方がそれを見て、対応しています。建物の解体など。建物を解体したら木材が出てきますので、それで、まあ、薪ストーブだとか、かまど発電だとか、まあ、そこでこういうふうな、家の人がもう住んでなさそうなところ、
で、あと法律でですね、震度5強か6かな、それぐらいの、その地震が来た時に倒壊する恐れのある建物は、撤去しなければならないような形の法律になっています。で、行政の方もその基本的に法務局の方で、土地建物の、データ、要するに持ち主などですね、そういうような、ものを扱っているのは法務局なんですけども、法務局の人も、全てが全て、我々で管理できるものではありませんと、そういうふうなことを、言っています。だから誰かが様子が変だなと思ったら、政府に、通達すると、まあ、こういうふうな形ですね。そうじゃないとこの社会、維持できません。その撮影についてどうこうと言ってくる人がいたとするのであれば、その人はちょっと社会のことを、まだ、よく分かってない方ですね。建物を撮影しても建物に、何か権利があるかというとありません。まあ権利、その土地とか建物を所有している権利とかあるんですけども、その個人の著作権と勘違いされてますね。普通に写真を撮影するときとかでも考えてもらったら分かると思いますよ。周りの風景とか絶対写真の中に入りますから、映像の中に、まあ画像と言ってもいいんですけども、まずは先に世の中はどうなってるのかと、エネルギーの残存量問題とかを身につけてからですね。そうじゃなかったら議員になろうが何になろうがすること間違えて、まあ最悪の場合三振と以内の請求というような形になりますね。良い世の中を作るという形で、まあ、政治家になった以上、無駄にエネルギーを消費するような、自分の金稼ぎのために建築業者に、仕事を渡して、医療業界もそうですけども、仕事を回すような形で、まあ、警察官とかに関してもそうなんですけども、それでも票を集めるというような形っていうのは昔から禁止されています。まあ、こういうことがすんなり言えるような人の喋ってる内容を、しっかりと、受け入れること、聞くこと、聞く耳を持つことということですね。まあ、案の定と言いましょうか、まあ、このダムと撮影行ったのは大川瀬ダム、もしくは大川瀬ダムという名称の、ダムなんですけども、あと東条湖、鴨川ダムですね、河川が、大川瀬川から、東条川というような形になってるんですけども、その東条川の撮影に行った時に、まあ中には、車のナンバープレートが取れていて、放置されている車などは、何十台も、見かけました。まあその辺も撮影しています。今のこの白い車じゃないですよ。これとまた別です。会社が倒産してもほったらかしになってるっていうところは結構世の中探してあるんですよ。で、そこを金属回収地点として海外から鉄鉱石買うぐらいだったら自分たちで回収して、しっかりと溶かすと、それがエコロジーな無駄のない、社会ですんで、その辺のところをよく分かってる人と分かってない人で、何をしなきゃならないのかっていうことが、分かってる人と分かってない人で大きく物事が、変わってきます。心の声よりも喋ってる声の優先順位上です。何回も言ってます。心の声だけではまだ赤ん坊レベルですね。それとそれは電波が入り込んでくるから、お互いどういうふうに心の声を、届けたかどうかとか、その確認をしなければならない。
喋ってることが証拠は残るんですよ。けど喋ってない心の声は証拠は残らないから、語りかけた方の人間の方が不利になるのか、だからその辺のところが、かなりこの世の中誰もはっきりしたことを言ってないんですよね。まあ、心の声で何かを伝えてこようとした人間がいたとするのであれば、まあ、結局使っているのは電波なんですけども、本当は音声を、録音できる機材で、まあ、こういうふうな、スマートフォンの撮影とかでもそうなんですけども、そういったものをしっかりと集音できるようにしておいた方がいいですね。それに対して相手がどういうふうに言ったとか、返答したとか、その証拠っていうものが必要になってきて、そういう、まあ、物事が固まるっていう部分もありますね。それと映像の内容とか変わってしまうようなものっていうのは良くないですね。コンピューターに加工されてますので、もうその時点で、ね、コンピューターの操り人形になっている可能性が高いですね。その世界を受け入れてしまっている人は。私は強くそれを拒否します。自分の意見ぐらいは自分でしっかりと言っています。そしてそれだけの、権利って言ったらいいんですかね。相手も認めている部分もあるんですけども、まあ、野球界に関しても、今までの支払いがなかった部分と、その淡井圭介によって、ワールドベースボールクラシックなどを優勝できてきたっていう歴史がありますんでね、今更その僕が言ってる内容以外のことを、行われても、話にならないんですよね。良い話に。これ選んだはずなんですけどね。今なんか稚拙な声、電波の声で、あっち側なんだったら払うわっていう稚拙な声が聞こえてきましたね。今お腹の体温が取られています。スポーツの勝ち負けに関わるとこういう風になります。何かを、差し出さされるんですよね。だからそれに対してお金の支払いっていうものを、プロ野球界はしなきゃならないんですけども、結局最終的に試合の結果がついてきて、優勝できてるかできてないかだとか、まあそういうことになります。まあ本当の話でね、物事を進めなきゃならないんですけども、その、年収と、まあ年収っていうものをね、しっかりと世間に公開するべきですね。年俸ではなく、年収。この動画をつなぎ合わせるのも、昨日もね、僕は、横浜 DeNA などが、勝つことを、優先順位、上の方、まあ、高い優先順位として、撮影している途中で言ってるんですけどね、それは結局、現場がその通りに動いていないということで、どこの業界の人間が邪魔をしているのかっていうことですよ。これ全部証拠です。今喋ってるこの内容はね、この撮影してるこの動画のつなぎ合わせの時点でも途中で言ってるんですよ。神奈川県のサッカーチームが、一つにならなければならないですから、エネルギーの残存量問題的に、そんなにスタジアムで遊ばせて、お金稼ぎなんていうのは認められない。もともと税金でスタジアム作ってますから、返済不能な額をみんなの税金から使って、で消費税上げて、でお金稼ぎさせてくれっていうのが、はっきり言って野球以外のスポーツがもう全てそうですね。
そうじゃないって言うんだったら、今まで建設してきた、サッカースタジアムの土地代と建物代、固定資産税、プラス法人税全部、支払ってくださいっていうことになるんですよ。だからアメリカ の, そのバスケットボール業界がね、年俸がどうこうみたいな話になってましたけども、それは、体育館の建設費用だとか、そういったものに対して、どれぐらい貢献したかの金額か、アメリカ の, そのバスケットボールのチームの事務所、まあ、要するに会社ですね、小さいですよ。その大きな建物なんか建てたら、ね、返済なんかできなくなるんですから。で、体育館とかはもともと国の税金で、建ってるんですよ。オリンピック関係のところなんかはもう、ほとんどのところはそうなんですよ。もともと採算が合う合わないで考えると、採算が合わない。だからオリンピックの誘致とかで、テレビが過剰放送するでしょ。で、テレビ局の人間に、その政治家の人間が混ざっていたり、政治家の、娘、息子、そういった、まあ、孫も含めてなんですけども、そういった人たちが混ざり込んでいる、国民に大きな、誤解を与えるような形にして、まるで稼げる話のように、経済効果っていう話するでしょ。あれ、使ってしまったお金のことも経済効果としてその金額が含まれてます。要するにみんなの税金、消費税なぜ上がっていくかって言ったら、そういうふうな無駄遣いをしてるからですよ。だこれが、神奈川県にしても、大阪府の、サッカーチームにしても、まあ、一つにまとめなければならないという話なんですね。その後は、複数本拠地制度で、2リーグ制で、12球団。それで J1 固定。J2 とか J3 とかいらないです。J つければいいっていうわけではない。建てたから、その分さらにもっと、エネルギーを消費させてくれという、そんなわがままな話は、受け入れられません。各自みんなでしっかりと、こういった内容を見ましょう。それから逃げちゃダメですよ。50億人の命と、自分たちのそのわがままなお金稼ぎの仕方と、どちらが裁判になった時に勝つかっていうことは、誰でも考えたらわかります。そもそも国連が、歴代の、国連で演説をしてきた、世界各国の首脳の方たちがね、こんな消費の社会は、継続することは不可能だということをちゃんとおっしゃってますんでね。その辺のところなぜ、日本の建設業界はああなってしまうのか。それはもっとスポーツ業界の人間が建設業界の方行ってしまったからですよ。まあまあ、何らかの形でね、その、悪用するわけでもないのに、撮影してる、その、ことについてね、あれこれ言ってくる人たちは、まあ、警察官であったとしても、世の中のことをよく分かってなかったということになります。これは本当です。だからまあ、自民党の、例えば以前官房長官だった松野さんとかが警察官の服装をして、誰かから通報あった場合、淡井圭介の前に駆けつけて対応してくれたりだとか、その通報してくる人間がね、バレたら困るようなことをしてきた人間なんですよ。国の税金とかを使って、いつ何か、言ってることがめちゃくちゃになってきて、自分たちの金で一体何が悪いねと、こういうふうなことを言ってくる人間がただいます。税金が入ってるところはもう自分たちのお金じゃないですよ。で、これもともとね、社会で働いてみたらわかると思うんですけども、家のローンと年金2000万円以上かけて、置くだけで、はっきり言って人生手いっぱいになってくるんですよ。ほとんどの人は。
例えば1月15万円以上の年金を受け取れる、男性の数は大体、15万円以上の人は 50% ほどなんですよ。ほとんどの人は、50% に届きません。で、女性に関しては、3割程度の人が年金1月、15万円以上までたどり着いています。以前のデータですよ。最近のデータではどうなってるかわからないですけども、最近、変な非課税NISAというものが出てきたでしょう。上限額は270万円。それ、税金がかからないんですよ。本当はそれ、もともとは税金かかってたんですよ。で、何をしてるかって言ったら、お得感によってお金を出させて、お金の先食いですね。要するにお金の使用。先にお金を使ってしまいとお金を集めて。だから昔していたトヨタ商事としてることがあんまり変わらなくなってきてる。で、そのお金を集め始めたその NISA に関して、そのエネルギーの残存量問題に対応するために、資金を集めましたっていうことだったらまだわかるんですよ。だけども、幅広く、どんな銘柄の、株でも買えてしまうだとか、まあそういうことになってしまうと、エネルギーの残存量問題がかけ離れていって、ただただひたすらエネルギーの、消費をする社会になってしまうと、そのただっていう言葉、その僕もテレビ見ていて癖になって、使ってしまってるんですけども、ただって意味無料なんですよ。口書いて下に点々つけて、ただっていう感じになるんですけども、だからそれ元をたどっていくと、そのオリンピック関係のことを言ってるんですよ。みんなの税金でスタジアムの建設費用を、使用して建てて、で、それを、さも言うことかのように放送してたのがテレビ局で、で、家計たどっていくと議員であったと。なんかひどいお金の回し方、凄まじい金額の、横領事件というような形で扱わなかったら、今後この世の中、そのエネルギー その残存量がね、もう後はなくなってきてるんですよ。ガンダムの生みの親、富野さん、あの人が若かった頃が、世界で技術的採掘可能埋蔵量の石油の量が残り、80年分と言われてたんですね。それは国勢税っていう国連の統計して発表してるデータを見たらわかります。で、まあ私は1977年生まれなんですけども、